渡るの同僚ルイス・ディアス、一人でスペイン代表を破壊してしまうほどの選手だった。ディアスやばいな、決定力はさておき突破力、献身性、フリーランニングと高水準すぎる。ディアスが代表で三笘張りの突破からアシスト、決定力はないけどやっぱりうまい。ゴールもすごかったけど一番驚いたのは観客のコロンビア人の多さと熱狂ぶり、ロンドン開催であんなに集まるとは。ディアスは確実に三笘よりもいいプレイヤーだな、三笘よりも決定力あるし。比べられないな、方向性が違いすぎて、三笘のせいでライン上げられずにやられまくったしな、三笘いたら次も危なかったよ、ひたすらサイドで勝負してきて遠藤でも止められないから、単に三笘はいるだけでライン下げさせる戦術的な面が強すぎる。ガクポはずっと言ってるように左ウィングで出すべき、逆にディアスはカットインからのシュートが絶望的なんで、むしろ右にして利き足からクロス上げさせた方がいいだろって感じ。しかしディアスもスペイン相手にエグいアシストしてる。スペイン、ディアス一人に破壊されててくさ、スペインは相変わらず三笘とかディアスとか圧倒的この単独突破カウンターに弱いままだな。スペインコロンビア見てるけど、ディアスにマイクマが対応できるとは思わん。スペイン相変わらずしょぼくて安心した。遠藤が三笘を見つけてパスを出す流れも、ディアスを見つけて出す流れもどっちも好き。ディアスは守備面でもハードワークするから好きだわ。ディアスはサイドの突破とかで使うべきだよな、三笘と同じ決定力がなさすぎる。いいじゃいいけど決定力が物足りない。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。